イドルグループ桜坂46の10枚目シングル I Want Tomorrow to Come 10月23日発売の新ビジュアルが公開された。今作では3期生の山下ひとみ19がセンターを務める。新ビジュアルでは山下が頂上に入れ立ち、グループの次なる未来に向かう眼差しが印象的。またミュージックビデオメガボルトのプレミア公開ページもオープンし、25日午後10時に公開されることも明らかとなった。メガボルト公開に先駆けて表題曲 I Want Tomorrow to Come のストリーミング&ダウンロード先行配信が25日0時にスタートする。桜坂46のシングルは前作自業自得6月26日発売以来4ヶ月ぶり。山下は前作から2作連続のセンターを務め、的のビアオと森田光がフロントで脇を固める。3期生の向井篤葉は今回のシングルで初選抜となった。